今日は皆さんにサムネとタイトル通りなんですけれども、お知らせがございます。おふざけなしです。トツの方から皆さんにお知らせがございます。お願いします。はい、私トツは3月をもって畑を卒業します。来年の3月ってことでいいですか？はい。マジで大地くんだけ知らない。マジ知らない。マジで知らない。やめろ。はい。マジ、はい、マジ、まあ、そうですね。なぜかっていうところですかね。そうですね、韓国留学に行ってきます。 20? まあ20しかり、他のアイドルしかり、まあ、やっぱね、話してる言語が聞き取れるようになりたいっていうのと、うん、あとは将来お店をやりたいんですけどね。びっくりした。そのままだもんね。アイドルのために、アイドルのために行くと言ってすごいってなっちゃうから。そう、将来お店を、まあやりたいなと思っていて、それにつながる、なんていうんですかね、まあ、勉強もできるかなって自分で考えてるんで、韓国留学に行くために畑を卒業しますという形です。はい。ということで2023年、来年ですね。うん。3月をもって、トツが韓国留学に行くために、卒業しますっていうことで、その、まあ、突然ね、またこういう形になってびっくりされてる方も多いと思いますけども、とつなだけにもう決まってます。解禁でして、うん、はい、うん、まあ前々から実はそういうようなね、うん、ことを聞いていたんで、あ、いつか可能性はあるのかなと思っていたんですけども、うん、飲食店やりたいっていうのはもうね、畑入った当時からずっと聞いてて、さすがにね、ずっと畑をやってるわけにもいかないかもしれないですよ、俺たちが、うんうん、俺も正直いつ始めたやつをやめるか分かんないんです、うんうん、みんな何かしら次の目標というか、次のステップというか、将来どうなりたいかというのを聞いて畑に入ってもらってて、で、トツはもう入った時からずっと飲食店というか、最終的にお店を持ちたいっていう話をずっと聞いてたので、はい、で、韓国最近好きっていうことで、はい、なんか展望が見え始めたのかなということで留学に行くということになったみたいです。はい、はい、それの話もあった時に、じゃあ留学、まあ何年行くかまだ分かんないんですけど、戻ってくればいいじゃないみたいな意見もあると思うんですけれども、まあ、それだとね、突然的には留学してすぐにやっぱりそのお店の準備とかをしたいっていうのがあって、留学行ってからまた畑に戻ってきて、畑をもうあと何年もやった後にお店の準備ってなると、それその留学のタイミング今じゃないやんってなるんで、まあ、あとはあれですね、一回ねこうパッて抜けたのに、まあ、それでまた、すいません、お願いします、よく言うね。え、やめますって言う。年後働かしてくださいって。何人もね、なんかそういうのがあれなのかなっていう。めちゃめちゃ笑うよ。一人までだな。変な例作っちゃう。で、その一応3月っていうふうに卒業なんですけれども、やっぱりその留学の準備も3月よりもうちょっと手前から始まるんで、うん、もうこの動画からすでにだんだんと、とつも留学の準備が始まったりするんで、まあ、少しずつこう、なんていうんですか、出演頻度といいますか、うん、もう留学準備のために減っていくと思います。どうなんといい。バイバイ。やばっ。いや、もちろん悲しいですけどね。もういっぱい話したんだもん。はい、いっぱい話したんで。いっぱい話してるんですよ。はい。大地くんだけなんですよ。え、そうそう。あとね、韓国も海外なんですけど、結構近いんでね。うん、確かに、ね。すぐパッて移動できたりするんで。うん、まあ、またいずれね、ふらーっともしかしたら畑の動画に出てくれるかもしれないですし。うんうん、俺らが韓国行くかもしれない。そうですよね。俺も行きてんだよな。行きたいですよね。その頃までにはちょっと喋れるようになっておく。ちゃんと。ありがたい。案内してもらえて。まあ、こう、普通のグループ YouTuber とかだと、うん、卒業とか脱退とか結構マイナスに思われる方多いと思うんですけど、え、俺初期から言ってんですよ。え、一番最初言ったよね。言ってる言ってる。生きり変わりがあるチャンネルを作りたいっていうのは本当終始一貫して言ってるから、うん、なんか本当なんか寂しい感じにはしたくなくて、むしろなんかそのわけわかんない理由とか揉めてやめるとかじゃなくて、ちゃんと本人がやりたいっていうことがあって卒業というか次のステップに行ってるので、ぜひそこは笑顔で送り出してあげてほしいなと一始め社長は思っております。とはいえやっぱ鉄のずっともう何年間やってきてて、卒業したりとか人手が足んなく、あ、
人手が1人減るわけだから、まあでも僕らとしても何かねパワーアップする何かは準備してやらないとって思ってるんで、そうですね、はい、じゃあ今後僕らもいっぱい考えて、皆さん面白い、あ、皆さんに畑面白いな、あ、こいつらやるやんって思われるようなのをちょっと何個か考えてるんで、期待しててください。どうだった、畑入ってみて。まあ楽しかったっすね、やっぱ、うん、本当に。なんか改めてね、うん、入ってどうだったっていうことを聞けるタイミングないから、ね、確かに聞きたいですね、うん、3年半ぐらい、うん、まあ本当に一言で言うと楽しかったです、うん、もうちょっと聞きたいですね、うん、一言じゃなくて、いや本当はありやすい、まあまた多分その本当にいよいよじゃあ鉄がこれで動画に出るのが最後ですみたいな時にまた挨拶あると思いますけど、うんうん、以上ね、うん、はい、いつもはじめ社長をご覧の皆様にお知らせでございました、はい、引き続きはじめ社長の畑よろしくお願いします。お願いします。